はい、破壊系ギタリスト DDG です。超絶ギター道場へようこそ。大変お見苦しいものを見せてしまって申し訳ございませんでした。ただね、今日はガチ練習のね、本当に普段の練習風景を見ていただこうかなと思って、ガチで練習をしています。まあ、いつもね、ちょっと話してばかりなのでね、喋ってばかりなので、今日は本当にね、練習をしていこうと思います。非常にね、トリロジースーツ難しくて、今ね、時間は、午前11時44分なんですが、もうかれこれね、2、3時間ぐらい練習しているので、もう腕がパンパンです。まあそんなね、言い訳はどうでもいいんですが、もう少し練習をしていこうと思いますので、まあ、ちょっとね、お見苦しいかもしれないですが、見ていっていただけたら嬉しいです。じゃ、ちょっとね、もうちょっと気になるところを練習していこうと思います。あ、ちなみにね、僕ずっとね、間違って覚えていたことがありまして、この部分なんですが、ずっとこう弾いてました。なので、まずね、ここを訂正したのと、前ね、トリロジースーツを弾いた時に、メインのっていうか、2弦スイープ、3連のね、2弦スイープ、ここのリズムがおかしいと言われたんですが、実はね、僕もずっと気になっていて、で、僕2弦スイープめちゃくちゃ苦手で、で、まだね、このね、リズムの取り方がおかしいのと、あとね、もう一箇所、ここがね、ちゃんとカチッとはまらないのでね、今日はそこを意識して練習しています。あ、あとね、もう一箇所、このね、このフレーズ自体というよりはね、入り方、今のちょっとダメな弾き方なんですが、ここのね、タイミングが全く合わないので、イングベイね、独特なタイミングでね、入っていくので、まあ、ちょっとそのあたりをもう少し練習してみようと思います。ちなみにさっきからここでね、ここで何度もこう止めているのは、ここを止める意識というのを僕大切にしていて、どうしてもね、流れてしまうとね、次のフレーズまでね、崩れてしまうので。しっかりここで一度こう切る意識で弾くようにするのに、何度も何度もここで止めています。
ここもねちゃんとできていないところなんですが、まあ全部ねしっかりと僕弾けていなくて、トリロジースーツってねなんとなくなら弾けるんですけれども、やっぱりね原曲を聴くとね結構カチッカチッとこの曲弾いていて、なんだろう、そのメインのねフレーズ自体はしっかりこうカチッと合わせているのでね、そこをしっかりこう弾こうと思うとねやっぱり僕はちゃんと弾けていなくて、そこがねどうしてもその感覚で今までずっと弾いてきてしまったのでね、しっかりと練習をしないといけない部分というのはねこう分かっているんですがね、なかなかこうもう身についてしまっているものがあるのでね難しいところがあるんですが、しっかりちょっとね弾けるようになりたいなとは思うんですがね。非常に難しいです。はい、ということでね、何度やっても弾けないのでね、多分今日はこれ以上は弾けないんだと思います。ということで、今回の僕の動画楽しんでいただけてたら、ぜひまた高評価とねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。破壊系ギタリスト DDG でした。